どうも、こんばんは、エヌムです。今回は、東京グールリ、インボーク、占領戦第9回かな、終わりまして、グール側の勝利で終わりましたね。お疲れ様でした。というわけで、今回例のごとく、チケット会社、報酬のチケット会社、引いていきたいと思います。102連、138連ぐらいかな、全部合わせると。まあ今ね、ログインボーナスで、クリスマスのサンタアモンさんがね、派遣キャラ、ログインすると熟練度 100% になるまでもらえるんでね、ぜひとも取っておきたいキャラクターなんですけど、まあ多分来週ぐらいかな、来週ぐらいになるとクリスマスキャラの派遣キャラのガチャが始まると思うんで、そっちの方もですね、期待していきたいですね。ハロウィンかなり良かったんで、俺ハロウィンの派遣キャラマジで銃像とかハイセとか欲しかったんだけどな。まあレア獲得率アップのね、アキラさん当たったんで、まあいいんですけども、クリスマスは誰が来るかな。まあハロウィンで、まあでもハロウィンでさ、キジマが来たのはまあよくよく考えると、まあそうだわ、みたいな。そりゃそうだよな、みたいな感じになったよな。意外だって、ナッツクラッカー来たの意外だったけど、イラスト、ナッツクラッカーのイラストはめっちゃ好きですね。カボチャ乗ってたのかな、あれ。ちょっと待ってくれ。おい。渋くないか。まあいいや。誰が来るかな。金木来そうなんだよな。ハイセだったから、ハロウィンの時は。金木来て、誰だろうな。重蔵、無印のキャラクター来てもいいような気がする。まあでもせっかくさ、RE 入ってるから、まあ、RE のキャラクターでもいいのかな。グール、誰持ってなかったかな。もうプレミアムキャラで持ってないの。あ、そうか、いや、ナキとか入ってないか。あ、なるほどね。御三家ね。久しぶり見たわ、初期ヤモリ。御三家ヤモリ。最初インボーク始まった時、金木とね、綾人とヤモリのこの3人から始まったんですけども、誰が強かったのかな。なんか強いやつ いたような気がしなくなくもないけど、ヤモリだったかな。いや、金木はなんか強襲で全体アタッカーだから。お、2枚いいぞ。しかもまたグールっていうね。俺ハイセが欲しいんだけどな。なるほど、ウタさんか。おお、シャチか。うん、なんか、このシャチが出てくる絵は、幾度となく見たぞ。誰来るかな、クリスマスの派遣キャラ。あれ、アキラっていたっけ。いや、ハロウィンの時アキラっていたっけ。あ、違うよ。俺、アキラ当たったじゃん。何言ってんだよ。さっき自分で言ったわ。アキラ当たってるのに、アキラいたっけじゃねえよ。アキラ当たってんじゃないか。ついに頭がおかしくなり始めた男。まあ、あれだよね、キャラが揃ってきたら、まあ、派遣の方を回した方が。占領戦、もうこのゲームのメインは、なんかメインのイベントは占領戦、1週間ごとに起きる占領戦だから、もうその占領戦をいかに効率よく進めるかを考えた方がいいよね、キャラが揃った人はね。まあでもそれでも月1で来るフェスとかスペシャルガシャで絶対欲しいキャラが出てくるんだけどね。まあでもパーティーに入れれるのは6体までだから、揃ったら促進剤の方も派遣キャラに回していいんじゃないかと思い始めた今日この頃。さあ派遣キャラの方に行きましょう。重要だよ。笹子があと何枚だ、あと何枚で熟練度が 100% になるんだろう。渋くないか。まあいいや。なんか派遣キャラってこれ何パーなんだっけ。連続が3パーか。まあって感じだな。まあ確率の中には収まってる。さあ、じゃあ派遣キャラの方から行こうかな。あ、
そういや、この無料チケットのガシャであれだよね、スリッパ十蔵出るよね。俺スリッパ十蔵って呼んでんだけど、RE プレミアムガシャの方で出る、RE の十蔵なんですけど、スリッパ十蔵って呼んでんだけど、あ、フクロウか。なるほど、俺フクロウ一番最初に当てたあれだわ、派遣キャラだと思う、多分アニマだったかもしれん。グール、なるほど、ノロね。あ、俺これやばいかもしれん。ノロ当たりすぎて熟練の 100% になった説あるわ今。あ、やべやべ。あ、派遣がそう、フルタもな、引こうと思ったんだけどなんか引けてないんだよな。つか石のセール中に石を買うのを忘れ、ちょっと絶望おじさんなんだけど。このまま誕生日を迎えてしまうのか。だから誕生日に新しいキャラが来るとは限らない。だから誕生日だって2週目で新しいキャラ来たやつおる？おらんくない？てか、あれか、唯一2週目来たのって、まあ、ひなみか。だからひなみの時は、なんかリニューアルだろうなんだの言って、結局、ひなみの誕生日何もなかったんだっけ。だから延長されて、まだサービス、リニューアル前のサービスしてる時に、ひなみの誕生日来たものの何もなかったんだっけ。復刻はあったんだっけな、全然覚えてないんですけど。1年目のひなみの誕生日の時は結構記憶に残ってるんだけどな。ハイセが欲しい、それかスリッパ十蔵が欲しい。なるほど。君も、あれだね。熟練度 100% だね。あ、最近エト使ってないな。なんか、もうエトの代わりにできるようなやつが来ちゃったからさ。エト入れてたのはあれなんだよね。まあ、麻痺出血もあるんだけど、攻撃力ダウンがさ、欲しかったから入れたんだよね。ただ今、重蔵が来ちゃったから、って感じ。まあでもプレミアム、あ、なんかすっげえグールが来るな今日。グール祭り、おっと。2枚目じゃない？まあいっか。はい、ということで、今回は例のごとく占領戦の後の、チケットガシャ動画でした。ではまた次回の実況動画でお会いしましょう。今回もラストが届いております。どうぞ。